傾向でいくと左手がこっちへ来る傾向があるわけ。前も言った左右手が喧嘩すんの。こういうクロス、こういう動きになっちゃうわけじゃん。うん、物を僕の体を押そうとしたら全部みんなこうやって押すでしょ。これをゴルフの場合いつも言うけど、今度こういう動きでしょ。カメハメハとかもそうでしょ。カメハメハとかもドラゴンボール持ってるからこうやってやるでしょ。あ、ドラゴンボール持ってるやるわけじゃないか、あれは。でもこうやってやるじゃん。でもゴールちゃんだけじゃなくてみんなこうやっちゃうの。ゴルフはここからこうやっちゃうの。この動作が止める、こっちやるから、これをこうこう正面にやって、右はこう、左は外、そう、お、同時は？それ。この体操をいつもしてほしいわけ。そう。そう。左手一本でいったら、こういう、これが、これいろいろ英語だといろんな英語あるんだけど、英語めんどくさいから、賢い左手。賢い、うん、賢いマットみたいに、うん。賢い左手はこれ。バカな左手。握っても、握ってて、もちろん握ってて。そう。この、今日は賢い左手をやります。賢い左手。はこうなると、でも、うん、ないですよ、ない、ない体に。ああ、じゃあこれが入ったらもっと安定する。面白いのが、左手ってのは外に回るでしょ。外に回った後にこの辺から今度また内側に回るわけだから、実際ここで海外って外に外、まあ、簡単に言ったら外旋させられてるのはここだけで、この後はまた上に上がっていくわけ、内旋するわけ。パーンってあって海外でしょ、海外。その後にまたこうやって海外入ってる。そう。一回これを実は隠れた動きだけど、省いちゃダメだよってこと。こういう練習がちゃんとしとくと、こうやってちゃんと左手と右手のシンクロ、右手がバーン、左手がバーンって、このシンクロの練習を取り入れましょうねってこと。そう。これ取り入れて、これができておくと、あとはほっとくとこうなる。いい、いい。そう。そう。うまい。そうで、怖がんないとポンと落としちゃっても大丈夫、ダフんないから。そうそうそう、落としちゃう。そう、いいよ。そう、まだ怖がって多分こう使ってるから、回す方が優先。そうそうそう、回す方が優先。そうそう、そういう感じ。左手がこっち来ちゃう、喧嘩しちゃう、この動きになっちゃうから、左手はもう右手に対して負ける。この賢い左手、こういう動作がある。こうこう、でもこれがこうなっちゃうわけ。なっちゃう、こっちじゃなくて変なの分かるけど、そっちになっちゃう。うん、タイガーとかすごいよ、このままフルスイングまでいくから、こうやってこの賢い左手のまま行くのがスティンガーだと。ちょっとやってみて。今のこうでしょ、こうでしょ。で、このまま体回して、はい、こっち見て。そう、こうやってみて。これがライン出したってスティンガー。え、そう、そう、そう。これがちょっとあるある。タイガーとか大好き。しょっちゅうやる。そう、そうそう、そう、こういうこと、こういうこと。そう。ほら、めっちゃハンドバスマンでしょ。うん、こんなとこにある。そう、こういう動きするの。面白いよ、多分。たまに女の子で、うん、すごい肘が引けてるの。あれはこっちなの。そう、肘が、世の中でいう肘が引けてる、おじさんとかも引けてるのは、なんかいいじゃないですか。そうはこっちなの。内線だからかっこ悪いわけ。でも今の動きかっこよかったでしょ。あれは今ここじゃん。こっち覚えて、こう外線、海外ではこうなってるわけ。だから、そう、そう、全然違うの、全然違うの。こう動いてる。これ見るでしょ。たまにこうやって。今ここじゃったのこれ。でタイガーとかすごいのもうこのままこうやっちゃったりするわけ。そう、この動き、これが賢い左手。そう、そう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 。いいよいいよいいよ、雰囲気出てきた。めっちゃ分厚い。そう。手めっちゃ上げてんのに。そう。手上げて、なんでこうやって手上げてんのに低いじゃん。こうやって。いつも低くしようとしてるのに。そう、低くしようとしてるとこうなるわけ。だから左手としてはこういう運動しちゃうと、こういう運動しちゃうと、入っちゃう。だからちょっとでもグーって力入ったりするとみんなこっち入っちゃうから。そうするとこういう動きになる。要はこういうストッパー入っちゃう。だからこの逆しないとかを考えて練習するっていうのはちょっと危ないんですよ。ここで待ってこういきましょうとかいうのはちょっと危ない。そう、もちろん初めのうちにこうクラブを走らす感覚がない人とかの段階ではこういうのとかもありなんだけど、分かってくるともうどん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 ここをいかに長くしたいか。心臓部分でしょ、この心臓部分をちゃんとするのはこういう状態。フォローサイドでヘッドが低くと思う。止まって。
そう。なんか回っちゃった。そう。でもいいわけ、いいわけ。そう。そう。だからこうやってパーンってこういう条件。変な動きじゃないってわけだ。そう。今のが言っていい。そう。だから結構交互にこうやってやっても。ドンと、ドン。そうそう。